ドジャースの大谷翔平投手が日本時間27日、敵地で行われたレッズ戦に2番、指名打者で先発出場。4打数1安打に終わった。先発の山本由伸投手は5回4失点で2敗目、チームは今季ワーストの5連敗となった。大谷は前日26日、太もも裏の打撲で全力疾走しない場面もあったが、第1打席では2ゴロ、4回先頭の第2打席も2ゴロだった。5回終了時点で悪天候のため、1時間9分の遅延。再開後、6回に試走者なしの第3打席は空振り三振だった。第4打席は一塁へ打球速度113.5マイル、約 182.7 キロの痛烈な当たりを放った。失策とされたが、その後記録が安打に訂正された。2塁へ進塁し、フリーマンの敵地2塁打で生還した。これで今季ワーストタイの8試合連続ノーアーチ。打率は336、OPS は 1.024 となった。試合後、ロバーツ監督は、打線は冷えていた。打てないと活気がない。大人がやる野球なんだから、解決策を見つけ出さないといけない。打てる球が来たら打たないといけないし、ストライクゾーンもコントロールしないといけない。先発の山本について、彼らは追い込まれても戦い方を見出してきたということ。タイムリーを打たれた3本ともにストライクからだった。彼らは幸運だった。それらを除いたら、ヨシは素晴らしかったと思う。相手を褒めないといけない、と擁護していた。ドジャースの同一カード3連敗は今季初。5連敗は2019年の6連敗以来5年ぶりで貯金は11となった。大谷さん、相手のエラー出塁からヒットに記録訂正されたんだ。よかった。山本は運がなかったとはいえ、地球で自滅した感があったな。5連敗でチームが全体的に低迷しててつらい。ゴロ谷から早く脱却してほしいな。大谷、足に違和感あるんなら休ませた方がいい気もする。MVP トリオが揃って不調なのが気になるな。怪我が一番心配だから、どうか休めるんなら休ませてあげて。負の連鎖を断ち切って次は勝ちに行ってほしい。まだ貯金あるし、気持ち切り替えてメッツ戦スイープしよう。今回もご視聴いただきありがとうございます。動画投稿の励みになるので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。